方は中房へ着いて間もなく吐き気を催し、2度ほど吐いた。明日は牛首コルの前進キャンプへ。20時就寝。川で飲んだ水のうまさ、額を流れた汗の玉、降り仰いだ空の青さ、3月4日、昨夜はあまりよく眠れなかった。ヌーボー倉田はやはり具合が悪いので、行くのをやめる。僕一人で皆の後を追うことに決める。午前6時10分、中房出発。11時半、円山荘に着く。あと4時間で皆に会える。ラジオでは、天候が崩れるかもしれぬという。でも牛首コルまでは慣れたルート。